のデスマッチで1位取った人は今日一番偉いです。イエーイ。何でも言うこと聞かせられます。何でも言うこと聞かされるんですか。だからハル君が加賀島に何を言っても、いいんですよ。いいんすか。なんかコンビニにファミチキ買ってこいとか言っても許される。ただのパシリ許されるってこと。もうちょっとなんかちょっとあの欲望にまみれたことでも大丈夫です。え、じゃあ動画編集とかお願いしちゃってもいいの。それはちょっと雑務。税金の計算とかもお願いしていい？加賀島にできると思うのか。それはまあ確かに、それはまずいな。わあ、固まった。ああ。ああ。しゃがんじゃダメだ。ああ。なんでエイムが。ああ。ああ。あれ？ああ。よいしょ。後ろから。おい、不安になるって VC。まず用意。ああ。ああなんだよ。やっぱバイアスや。ちょっと声の調子が悪くて。ああコメントで私、この5人のフル声真似だと思われてる。どういうこと？どうせソロなんでしょって。声作るのうまいね。え、セミ、この中だと誰の声真似が一番自信ある？はるくん。なんで私じゃないの？本当にそりゃそう。僕、しかも僕に関する謎の自信なんだよ。どっから出てきたんだよ。びっくりした。ああ、ブレるブレる。やめてよ。ああ、ブレた。ハルくんさ、ウルカさんにエッチなこと言われたらさ、それやんなきゃいけないんだよ。うーわ、マジか。確かにウルカさんだったら要求してくるな、僕に対して。すごい。エッチなこと言ってって、絶対言ってくるわ。やばいな。レビュー動画カップはエッチの店のカップは僕おもろそうだから。カップはちょっとエロ同人みたいに。どうぞ。何？死ななすぎ。何これ何これ。あ、ヒョンヒョンヒョン。何何何何。ちょっと黙って、うざいから。どんな塩対応する。ねえ、やばい、シファルムっついだからやばい。やめろってエイムが。あれブレてます。これブレ、あ、ちょちょちょ、実は一番変態説ある。何？一番変態な。僕がどんだけ変態であろうと加賀姉妹には要求しないから大丈夫だよ。いや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 、いいんだよ。何？いいんだよってなんだよマジで。当たんなくなるからやめろって。いいんだよ、来いよ来いよ。やばい、ウルカさんにエッチなこと言わされる。やばい、まずい。あと3球だ、エッチなことまで。まずいよ、あと2キル。なんでちょっとやる、なんでちょっとやる気出してた。まずい。あ、終わった。ちょっと一生ナズちゃんに惑わされたって僕。